難攻か。知識はあなたにも。しっかり立ってな。おとなしくしな。理論の演劇。
盤石。知識はあなたにも。邪魔をするな。ナグサのリン。運行。ここか。丸見えね。これこそが知恵の伝道。三段。よっ。よっ。よっ。ふふ。しっかり立ってな。挑戦。花と酒。私のお家にいらっしゃい。手をつなぎましょう。嫌い。マジで。やばい。理論の演劇。難攻不落。知識はあなたにも。しっかり立ってな。三段。ここか。手をつなぎましょう。
盤石。いざ難攻不落。私のお家にいらっしゃい。おとなしくしな、ラクサのリン。ジロンの演劇。いや、計画が変わった。剣女盤石。これこそが知恵の殿堂、全部丸見えね。分光勉学に励んでも頭が良くなるとは限らない。教練院にいる者たちを見れば分かることだが、
旅はいつか終わりを迎える。慌てる必要はない。花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。悠々とまた難攻不落。花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。悠々とまた次はどこに行くんだ？リーユへの名所を巡りたいなら、いい案がいくつかあるぞ。花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。悠々とまた旅はいつか終わりを迎える。慌てる必要はない。
花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。こうですね。岩山八九。よし、私。挑戦。
勉学に励んでも頭が良くなるとは限らない。教練院にいる者たちを見れば分かることだが、書記官の仕事はとても簡単だ。だからこそこの職員に手を間違えたら難攻不落。手をつなぎましょう。しっかり立ってな。手をつなぎましょう。せガンザン八九。星と深淵を目指せ。ようこそ冒険者協会へ。星と深淵、無事今日の何か悩み事？一緒に考えてあげるわ。と。やあやあ、調子はどうだ？ちょうどいいところに来た。第四陣、今回の大でもよ、その様子。ん？ダメなの？よく海外貿易をやっている大口の顧客がいて、一度彼女の重大や当時は買い方がわからなかったから、バーや虫相撲に参加して恩人姉さんを侮るなっきよ。そうなのか？だったら器用の右腕が指揮する赤目に一緒に出てもらう。ダチ公ならどんな相手でも冷静に戦える。ん？旅人が私と戦うのか。いいだろう。こういう遊びのコツはまだよくわからないが、うまく指揮ができなくても許してくれよ。
期の鬼カブトムシは強いな。さすがはピンバーヤが手塩にかけて育てたスペシャル鬼カブトムシ。ほらな、恩人姉さんの鬼カブトムシは厄介な相手だっただろ。俺の武将は前回たくさん迷惑をかけたけど、装備と仲間の性能差は時に士気で補うのが難しいんだ。確かにな。だがダチコはよく耐えた。なるほどなるほど、虫相撲の面白さが分かってきたかもしれない。楽しいじゃないか、旅人、イット、そして花門玉将。ここでこのまま遊んでいたいくらいだ。